まあ、最終組でスタートするわけですが、誰が優勝するかというのは来年以降にも大きく流れが生まれるかもしれません、ね、はい、そうだと思います。森田理香子、さあこの森田もいいシーズンを送った、そんな2012年ですよね、はい、ただやはりもう一つ期待が大きい選手だけにね、もっともっといってもらいたいですね、はい、この人も飛びます。しなやかなスイングです。今日も1個2個イーグル取ってほしいですね、昨日も、おっとこれもランが出ています。あっとこれ木のところまで来ましたね、はい、この木で280近くありますから、いますね、はい、しなやかなスイングです。スイングです。残りどのくらいでしょうか。100切ってるんじゃないでしょうかね。切ってますかね。前後ですかね。265ヤードという飛距離、その数字です。バーディーチャンスにつけられるかどうか。ここで止まりました。ここからバーディーを狙おうという森田理香子です。あの96年の福島明子プロが作っていたそのバーディーの記録を16年ぶりに更新して、そして11個目も記録したこのリコーカップです。このショット、いい位置からのショットだったんですが、そうですね、まあ、ボールをしっかりとこう抑え込んでますし、悪くないショットだと思いますが、はい、あの結果から言うと、今どうでしょう、6ヤードぐらいショットしましたけれども、ね、やっぱりもうその、まあ、1ヤードとは言わないですけれども、もう2ヤード3ヤードやっぱりそういったショートアイアン の, その、うん、より精度を、ね、上げていくっていうのはやっぱりこのオフの課題だと思うんですよね、はい、そうすればそのもっともっとその持ち前の飛距離を生かして、あの数字に表していくことができますので、うん、